お前は誰だ。戦後。笑わせるな。ほう、それはこっちのセリフだ。お前こそ誰なんだ。まさか俺より自分のことを知っているとでも思っているのか。いいだろう。お前の意識が消え去る前にここがどこなのかしっかり見せてやる。エリシアか。お前の思い通りになるとでも。本当にそう思ってるのか。俺の記憶違いでなければここはお前にとっても見知らぬ場所だろう。お前も大半の人間たちと同じだな。死が訪れるその日まで自分の心を見極めることはできない。いっそのことお前への鼻向けにでもしてやろう。なるべく悔いなく死ねるように。ほう、これはお前が長編手術を受ける前に壊した第10の神の鍵か。どうやらエイマーの死は特別みたいだな。戦後の心境にとってここは絶対的な神部だったが、彼に関する記憶は保たれたままだった。お前は一体何がしたいんだ。言ったはずだろう。選別として自分を見つめ直せるようにお前に協力してやってるんだ。多くの人間たちは死ぬ直前になっても自分が誰なのか何が欲しいのかを理解できない。お前は奴らのようになる必要もないし、なりたくもないだろう。エイマーはあんな風に死ぬべきじゃなかった。ほら見ろ、俺が出した結論はそういう人類の虚妄の上に成立している。今になってもなおお前は自分の心を騙そうとしているだろう。あの副官は大獣律者として選ばれた。しかも最も脅威のある個体だ。必ず死ぬと分かっていたくせに。お前は言葉が通じないのか。彼の死は理解していた。だが何の意味もなく死ぬべきじゃなかったと言っているんだ。俺はこの手で彼の結末に意味を与えた。だがお前は彼の名を口にする資格すらない。いいだろう。俺はお前だ。お前を説得する力などないからな。だが一つ気になることがある。長編因子を手にしたお前がエイマーのコアで作られた神の鍵に触れた時、一体どんな変化があったんだ。おかしなことに俺にはその記憶がない。お前にその資格があるとでも。彼が何になったのかは重要ではない。彼が何を成し遂げたのかが重要だ。そどうだ、一人の思考はやはりその記憶と密接な関わりがある。そうだろう。だが、おう、ああ。あの時本当に助けたかった人間でさえ救えなかっただなんて、よくもそんな皮肉が言えたものだ。戦後お前の怒りがどこから来たのか少
少し分かってきた気がするぞ。お前も奴らと何の違いもないじゃないか。まあいい、続けるぞ。ほう、あの療養所での出来事か。どうした、思い出したくないのか。行くまでもないだろう。今の状況はかなり特殊だ。俺たちは戦後であり傍観者でもある。だが俺の考えは必ずしもお前と同じとは限らない。例えば象徴としてここに残されたこの武器、強化のせいで記憶がおかしくなっていなければ、さくらは任務のためにお前の二つ目の家を壊した。そうだろう。無論それは一つのきっかけに過ぎない。だが火を追う蛾がお前を発見した過程があんな残酷なものじゃなかったら、お前は一般人として死ねたはずだろう。もういい、お前にさくらを評価する資格はない。さくらあいつに関しては確かに理解できないところがある。あいつを憎むには十分すぎる理由があるが、お前はそうしなかった。しかもお前は楽園の空間を壊した。あいつのためにそこまでしたのはなぜだ。何かをしたいときに理由がいるのか。お前に何のメリットがなくても答えたくなければそれでいい。そうだ、お前の怒りは実に変わってる。これらの記憶から見ると、そもそもお前は誰かを憎んだことは一度もなかった。ほう、やっとわかったぞ、戦後。道理でお前はさくらに対して何のわだかまりもなかったのか。療養所が片付けられた日、またはその後、無力さを感じるたびに、お前が憎んだのは、お前自身だけなんだな。だからお前の怒りは消えない。お前が死なない限りな。そうだろう。気が済んだか。自分自身に興味がないみたいだな。それもそうか。悲しみの中にいる者の方がより人類らしい。しかし、もっと面白いことを見つけたぞ。療養所で運び屋として過ごしていた自分を、お前は不満に思っていないようだな。あの頃のお前は、殺しを楽しんでいなかった。おかしいだろう。奴らは見えなかったようだが、子供たちに褒められた時に微笑みさえしたとは。それはつまり、もし選べるのなら、完全に獣になったお前でさえ普通の人間になりたいと思うのか。黙れ。違うのか。なら、わかった。
お前は普通の人間になりたくないのに、最後まで自分を憎んでいた。大した偽装だな、戦後。面白い。面白いぞ。道理で奴らは全員、お前を仲間だと思ってたわけだ。誰もが恐れ、最も多くの敵を殲滅してきた獣は、殺しを楽しんでなどいない。力を求めるのは、何かがあった時にいつも弱く、無力さを感じるからだ。普通の人間の生活。いや、お前が求めるのはそんなものなんかじゃない。だから、黙れと言ってる。ああ、落ち着け。死ぬ者と言い争う必要などない。どうやら、俺たちの散歩はまだ終わっていないようだな。ここでぶつけ合っても何の意味もない。じゃあ、行くか。この先が最後の場所のはずだ。かなり遠い昔の記憶だが、相変わらずクリアなままで、わかりにくいな。お前は、本当に空から落ちてきたのか？あのアポニアに記憶を改ざんされたんじゃないだろうな。あいつにそんな度胸はない。そう信じてやる。ならお前はあの無知で崩壊に脅かされたあの村に落ちたのか？それがどうした？いいや、空から落ちてきて何の怪我もないお前を、奴らは怪物ではなく神として見ていたのか？お前が、奴らが初めて目にした崩壊獣に勝てた人間だったからか？他に何の理由がある？あの時代の崩壊など普通の人間にとってまだ常識の範疇内だったはずだろう。しかしまあ、それもそうか。そもそもお前は人類じゃないからな。というより、未だに唯一無二だ。それはそうと、奴らは自分たちの神様に対してあまり友好的じゃなかったみたいだな。それが習わしでも本能でも、お前は奴らに気づかれるべきじゃなかった。盲目的に崇められた衣類は所詮衣類に過ぎないからな。いい結末などない。だったら何だと言うんだ？簡単に言うじゃないか。あの痛み、記憶によればあまりにも深刻そうに見えるぞ。お前はコズマに嘘をついた。そうだろう。お前が戦場で痛みに耐えられたのは根本にこの経験があったからだ。当時のお前はこの柱に縛られていたんだな。お前には関係ない。当然だ。ただ奴らのやり方が少し馬鹿げてると思った。それだけだ。いくらお前が強かったとはいえ、その血が崩壊に対抗する薬として使えると思うだなんてな。ごちゃごちゃとうるさい。お前のために惜しんでやってるんだ。その力を持つお前を普通の人間が捕らえられるはずがない。そうだろう。お前はいつでも鎖を壊し、その場を去ることができた。
だが崩壊が再び降臨し、そこが生存者のいない七になるまでお前は何もしなかった。聞くのはいいが、その後お前には死んでもらう。もう一度教える必要があるみたいだな。お前にそれはできない。死ぬのは俺じゃない、お前だからな。だが確かにこれ以上聞く必要はない。道理でお前は療養所の事件が起きた時に一人の融合戦士と戦うことを選んだんだな。そして火を追うがのやり方を認めなくてもあそこから離れなかった。戦後この世界において二人の狩猟に次ぐ男。もういい。その男が本当に追い求めるものは、もういいと言っているだろう。帰る場所、家に過ぎない。正解か。もういいと言ってる。なんだ、この鼻向けは気に入らなかったのか。めったにない機会だろう。ああ、いいだろう。もう時間がないし、これ以上猫をかぶる必要もないからな。確かにお前は強者だ。そう認めよう。だが、ここまでだ。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。火を追う英傑、第六位。お前だ！やっぱりお前だったのか。死ぬ前の悪あがきなど何の意味もない。何の役に立つ。お前はどうすることもできない。それが事実だ。確かに俺はそうだが、時間を稼いでるのはお前だけだって本気でそう思ってるのか。仲間に希望を託すだと。それがあの戦後がすることか。お前は二つ目の鼻向けを渡しているだけだ。ああ、お前の墓に備える花だ。奴らのやり方がわからないわけじゃない。したくなかっただけだ。わかったか。お前が見たかった戦後らしいことは今から始めてやる。お前に礼を言う。おかげであの女の言葉を理解できた。二つ目の人生の可能性、そうだろう。猫をかぶる。そうだな。俺ももう飽き飽きだ。来い。お前は俺の心境が見たかったんだろう。だったら始めよう。もう
全てを燃やせ、死ぬまで。信じられないな。こんな小さなものの中に一つの世界が隠されてるとは。普通の案内ロボットと大して変わらないのにな。彼らはこのプロジェクトに子供時代と名付けた。学習により機械に思考能力を与える。人類の子供時代に似ているが、たやすいことではない。まあ進展がなく開発中止になったらしいが、私たちがそれを持ち出さなかったら来月あたりに壊されていたはずだ。たやすいことじゃない？お前、その鏡を見てきたらどうだ？私の場合は状況が違うからな。だがついでに聞いてみよう。もしいつか私もガラクタになってしまったら、君はそれを扱うように私のことも手荒に扱うのか？そんなわけないだろ。そのまま溶鉱炉に投げ入れると思うぞ。持っていけ。警報とセキュリティシステムを解除した。あとはお前の仕事だ。昔と変わらず、精密さを求められるハッキングは苦手なのか。役割分担ってやつだ。わかった。やはり苦手なままか。我が道を行き、一度組織を抜けたあの小娘が、今ではヨルムンガンドの幹部とはな、誰も想像できなかっただろう。そうだな。私自身も想像していなかったよ。伝説の傭兵。自力でカロン名録第一位まで上り詰めた。ただ、こう焦るあまり小さなミスで命を捨てるところだったかな。私が代わりに一発撃っていなかったら、今の君は字が刻まれた石になっていただろう。もしくは石すらなかった可能性もある。ずっと気になってたんだが、なぜあの時私を助けたんだ？なぜだろう。忘れたよ。助けたかったから助けたんだろう。何度も考えたんだ。もしあの時監視していたのが誰でもいいが他のハイヘビだったら、私は今日ここに立ってはいなかっただろうな。きっとただ死んでいく私を見ていただけだろう。理由は私の不注意、または試練をクリアできなかった。もしくは私の命など最初から気にしていない。別に変わったことではない。何しろ我々はハイヘビではあるが、それぞれ異なる趣味、願望というものがある。もっとユニークなものを見たことがある。鹿を愛し、何一つ成功しなかった詩人のように生きたハイヘビや、銃に夢中になり、それに山猫と名付けたハイヘビ、それともう一人、市場経済に興味があるハイヘビ。まだ生きていたならきっと起業家になっていただろう。もしかしたら
これがハイヘビの創造者が見たかった結果なのかもしれない。だが私はあの博士に会ったことがなく、よくわからないのだ。はあ、それならお前はきっとトークショーの出演者のハイヘビだな。いいアイディアだ。傘とカバンを持ってステージに上がり、ネタを話して笑いをかっさらおう。最後は仮面を外し、イケメンの素顔を晒す。そんな展開だともっと面白い。さて、準備作業は終わった。これからこの地下室と外とのつながりを全部切断する。もちろん私のハイヘビネットもだ。万が一のために私も信号遮断機を立ち上げよう。これで私たちは外とのつながりを完全に失った。言いたいことがあったら今のうちに口にするといい。ああ、さっき言っていたことについてなんだが、お前の願いとは一体何なんだ？知りたいのか？ああ。聞かない方がいい。ではこれより我々の任務を始める。あら、おかしいわね。どういうこと？指針の書が私を拒んでる？アポニアさんの方で何かあったの？ここは理由もなく変化が起きる場所じゃないわ。まさか。その罪を述べなさい。侵入者、私はすでに。あなた、アポニアさん。別の。隠れる必要はない。それは意味のない行い。懺悔しなさい。これが最後のチャンス。この感覚、彼女じゃないわ。パスを受けなさい。的なお客さんね。エデン、あなたなの？エデン。ああ、まさか接触中にあなたを巻き込んでしまったの？つまり今の戦いはそれの副作用のようなものだったのね。誤解しないで、エデン。あなたや他の誰かに対してではなく、この楽園自体に接触していたの。あなたの存在は察することができるはずだったけど、楽園の膨大な記憶に集中してしまっていたようだね。どうか私を許してほしい。構わないわ、友よ。
それよりあなたの発見を教えてくれる？あなたも知っているようにエリシアとケビンは楽園から完全に消えた。でもそれ以外に妙なことがある。私がこの手で楽園に接触している間、何かが私を避けていた。まだ触れていなかった影の中に隠れていてね。私の意識がそれにたどり着いた時、また消えてしまって、嫌な余熱だけが残っていた。行方不明になったさくらという可能性は？いいえ、違う。さくらの行方もつかめないけれど、まだ彼女の存在、さくらである特徴を感じられるから。だけどその影は今まで私が触れたことのない何か、もしくは会ったことのない誰かなの。それがケビンとエリを消したの？今のところまだ確信はない。だけどその影の出現と楽園の異変に何らかの関わりがあることは明らかだよ。見たことのない存在でアポニアさんの接触を回避できる。楽園の外から来た何かの可能性は？いいえ、原因はわからないけど、エリシアが消えた後、楽園と外の接続が切れた。メイさんはこの件を知ってるの？少し前にフワと会ったけれど、彼女はすでにその点を意識していた。そうなのね。相手がわざとメイさんをここに閉じ込めたのか、それとも違うのかわからないままだけど、もう一度接触できそう？なるべく。エーデン、今回の根源は英傑の中にいないと思っているの？今はまだ結論を出せないわ。それに昨晩ケビンが消えた時、妙なことが多かったの。きっと私たちがまだ気づけてないことがあるはずよ。ああ、その花。エデン、あなたはその行方を確認するためにここに来たんでしょ？私はそれをグレイシュに渡した。あの子はその意図を知らないはずだけど。ごめんなさい、エデン。だけど、あなたなら、なぜ私がそうしたか、理解できるはずだよ。他に方法がなくても、少なくとも、鍵と真相を守れるということよね。もちろん。それが、私たちが彼女のためにできる、最後のことだから。アポニアさん、あなたは？私の初見のように、過去の罪はいずれ目の前にやってくる。私は避けず、それを抱きしめよう。残念だけど、みんなのために一曲歌うという約束は守れそうにない。もしかしたら他に解決策があるかもしれないわ。
思議だ。精神感知型ではないし、予知能力を持っているわけでもないあなたが、どうして私の考えを見抜くことができたの？そういった能力は必要ないのよ、アポニアさん。よく知っているもの。あなたの顔に、私たちがよく知っている表情が現れたから。死を決意した表情がね。死を決意。本当に私に似合わない表現。どうしてあなたが戦後よろしい。私の容疑が晴れたことを宣言するよ。これからは探偵として事件の真相を一緒に調べよう。メイの姉ちゃん、今度記憶を確認するときは私も連れてってよ。みんなは無実だって絶対証明してみせるから。それは君の腕次第じゃないかな、名探偵さん。おや、それはそうとして、絶対に断らないもう一人がすでにやってきているようだよ。よかった、皆さんここにいたんですね。大変なことが起こったんです。私と少し待って。口で話すより道具を使用することをおすすめするよ。例えばこの帽子とか。すみません、緊急事態ですので実験道具のテストにはお付き合いできません。そう急いで断らないでよ。別にエンターテインメントとかじゃないから。一体何があったのかもっと直感的に知りたいだけだよ。それにこれを使えば君の容疑を晴らせるんだ。そうでしょ、親愛なるメイさん。フワちゃん、聞いて。今この帽子で英傑たちの記憶を確認して、怪しい行動がないかどうかを調べてるんだ。記憶を確認？別に意図して避けるつもりはありません。ただ私の記憶はもともと雑然としていて分かりにくいですし、それにその帽子は本当に役に立つのですか？信じて、これが最後の方法になるんだ。わかりました。どうすればいいですか？これをかぶればいいの。そう、こんな風にね。君は私たちの知ってるフワだって事実で証明してみせて。
こを見て、すごい炎だよ。姉ちゃん、ウアちゃんを助けてあげないの？隊長。そうだけど、でもウアちゃんは。奇遇ね、フワ。またここであなたに会うなんて。あたしとお話をするためにここに来たんでしょ？そうよね？そういうわけでは。あら、違うの？そうだとしても、一応話を合わせてくれてもいいのに。そんな風にストレートに否定されるなんて悲しいわ。その、すみません。配慮が足りず。はいはい、もうからかわないわ。メイならここにはいないわ。多分楽園の奥で試練を受けてるんじゃないかしら。少し待つことになるかもしれないわよ。どうしてメイさんを待ってるってわかったんですか？適当に口にしてみただけよ。二人ともいつも仲良さそうに話してるし。でも当たりだったのね。メイさんは現実の私とは知り合いのようです。彼女は私のことを教えてくれましたし、私も彼女に不思議な親しみを覚えています。だったらもっと話すべきね。自分の未来を見届けられるなんてめったにないことだもの。メイもきっと喜ぶはずよ。だってここで彼女とおしゃべりできる人は多くないし、そもそも、英傑たちの態度は少し複雑だものね。複雑？彼女が探し求める真相の秘密を守る必要があるからですか？彼女が、律者だからよ。やっぱり、フワは全然気にしていないのね。もしかしたら二人とも、仲のいい友達になれるかもしれないわ。律者。私でもそう簡単には律者と平和に共存するなんて言えません。律者が人類のために戦うことはない。彼女も同じだ。ケビンにそう言われました。第七律者との戦いの後に。ええ、私もこの目で見ました。
前日まで共に命がけで戦っていた隊長が無数の命を深淵へと突き落とす炎となった姿を。でも私はわからないのです。律者になったら過去のすべては消えるのでしょうか。すべてを壊すという破壊の意志しか残ってなかったら理解し合える存在ではなくなるのですか。どうなのかしら。でもケビンたちより近くで律者と対峙した存在はいないから。崩壊に勝つ回数が増えるほど律者をより恐れ嫌う。それって仕方のないことなんじゃない？だって律者の存在は何かをなくすという始まりを意味するから。ですが私にとって律者は肩書きではなく境遇です。常人を超えた力を持っているという点だけで区別すれば融合戦士である私たちも律者と大して変わりません。人としての過去を捨て破滅の力で全てを壊そうとする者だけ警戒されるべきです。でもメイさんは違います。彼女を律者として見たことはありません。彼女は何かを変えるために努力している人です。律者の力を持つ特殊な存在という一面はあくまでその次です。でももしかしたらこれは私たちの今までの共通認識かもしれませんね。わかるわ。みんなもそう思ってるもの。まずは仲間、その次が他の肩書き。私はずっとそう信じてきたもの。本当に素直じゃない人たちばかりよね。早くその壁を乗り越えるためにメイももっと頑張らないと。だってその後ろに隠れてるのは真相だけじゃないんだもの。みんなからの賛同と信頼も一緒に隠れているのよ。エリの姉ちゃん。ちゃん、ここで一晩中座ってたの？誰かを待ってたのかな？姉ちゃん、待って。
メビウス博士、何があったんですか？プア、近づくな。姉ちゃんには特殊な力があって、何があっても死なないんじゃなかったの？スーと一緒にこの目で見ていなかったら、私たちも信じられませんでした。ですが、彼女は確かに私たちの目の前で消えたんです。その後、スーは楽園全域を調べましたが、彼女に関するデータを見つけることはできませんでした。スーは今手がかりをまとめているので、皆さんに警戒を呼びかけるため私が状況を伝えに来たんです。詳細は伝えましたし、私もそろそろ行きますね。メビウス博士の死を他の人たちにも教えないといけませんから。どうしました？他に。どうして？少なくとも彼女はしばらく無事だってそう思ってたのに。これはいい傾向じゃないよ。確かにメビウスはいつも予想外のことをするけれど、彼女の能力は本物だ。彼女が消えたということは、今の私たちにとっては力が削られたことと同じだよ。迷ってる時間はない。もっと大きな犠牲が出る前に阻止しないと。今までの2回の実験でこの帽子の機能は十分に理解できたでしょ。引き続きこれを使って容疑者を確認しよう。メイさん、異論はないかな？喧嘩はできないけど、私は隣で応援するからね、メイの姉ちゃん。それならまずはこれで自分の無実を証明したいんだけど、問題ないかな？早くそうするべきだと思うんだけど。正直に言うと、今日は疑われる回数がかなり多くて辛いんだよ。非常事態だし、説明や弁解に多くの時間をかけたくないんだ。それに、この賢い頭の中に一体何が入ってるのか気にならない？それは君自身が探すしかないと思うよ。どうせ記憶は嘘をつかないし。そうでしょ？じゃあ私もメイの姉ちゃんと一緒に行くよ。見たことのない建物だね。メイの姉ちゃん、
知ってるの？またビルビーの姉ちゃんのマジックショーかもしれないよ。相手をびっくりさせるようなことが大好きだもん。取引をしよう。雷の律者、完全な私と完全なあなたと交換するんだ。私の認知を通った時、君は私の考えを全部目にする。私の最も言いたくない秘密もね。だけど君も何の警戒もせず、同じように心を私に見せるの。ええ、約束するわ。姉ちゃん、メイの姉ちゃん、メイの姉ちゃん、ずっとここに突っ立ってても仕方ないよ。真相を調べるんじゃないの？